そう強がりもいいけど気をつけなさいよ。忍びが敵と見て間違いない。こんなものが残されていたそうだからな。霧の命と引き換えに橋の権利書を持ってこい。橋の権利書？貯蔵庫の襲撃が警告だったってことなんです。おかしいと思ってたんだ、わざわざあなた方に依頼をするなんて。だから一人で解決したかったんだろ、親父さんみてえに。さっさと権利書を渡せばいいものを。あいつらと組していた。お前の親父を殺すちょっと前だ。高値で買ってくれることになってな。あとは忍びの連中から孤独を受け取り、誰にも相談することなく一人で抱え込んで自滅する。そう思っていたのに。先代は確かに偉大な方でした。それは問題を一人で抱え込むことなく、みんなの意見を聞く耳も持っていたからこそでした。一人で物事に当たらず、先代のように相談してくれればよかったものを。キリ様を助けていただけませんか、お願いします。わかりました。これ持って行ってください。橋の権利書ですよね。こんなものキリ様の命には変えられない。お前たち行くぞ。はい、はい、今回の襲撃を見る限りかなり手荒い連中だ。相手の力がわからない以上は、モルト、現状これが確実に任務を成功させる作戦なんだ。まあそうは言ったが、初任務にしては随分と重くなってしまったな。私に任せておけ。どうして相談してくれなかったんだろう。分かってるってのさ。先生、何か動きがあったみたいです。大丈夫なのか。ああ、すべてうまくいっている。本当だろうな、んな大ごとに。うるさい。こいつに言い忘れていたな、俺たちは元忍びだ。人行こうか、木の葉の者。穏やかじゃなさそうだが。それはダメだ、なぜ持ってきた。それがどれだけ大事か。遅くなりました。このまま引くよ。ああ。ここで全員やる。手に入っただろう。その娘がいると色々と面倒なんだよ。お前たちを守りながら戦える相手じゃない。心配するな、すぐ追いつく。でもさ、ガキども任せたぞ。ああ、殺す。腕は大丈夫か？ああ。ボルト、大丈夫じゃなさそうだよ。お前！あるだけのトラップは仕掛けたよ。ひとまず時間は稼げるか。言わねえとわかんねえだろ。すまない。これ以上お前たちの足手まといになりたくなかった。ラを守るには父のようにならねばと。そう。立派な人だった。いいか、次は誰だ。うるっと、させねえぞ。たった一人で敵に立ち向かい、たった一人で緑のほとりを、村のみんなを守り抜いた。代々世襲で村長を決めるしきたりがあり、父の娘というだけで私が村長となった。そう思って精一杯やってきたつもりだ。だが結局このざまだ。あれ、自分と重ねちゃってる。ねえよ、なもん。ムキになってるから図星だね。なんだよ、三月まで。トラップなんてお構いなしだね。くそ、すぐ出るぞ。でしょ、あんた実力の差がわからないほど、ここで三月とあんたと三人で迎え撃てば有利に戦える。私は誰にも頼らず一人で背負い込んでこんなことになってしまった。しょうがねえな。じゃあ見せてやるよ、俺がチームワークってやつを。俺たちね、この葉の里はぬるいな。あまりあいつらを甘く見ない方がいいぞ。前も終わりだ。京付近の辺境の地では、その辺も気に留めておいてくれ。はい。対忍びは任務の重さがよく分かってねえからな。出せか。この葉はぬるいだったか。確かめてみる。
みんな。くそ、なんとか一撃かましてやりてえのに。やっぱり遅かったな、サラダ。はいはい、ごめんなさい。だからその隙をついて一気に肩をつける。じゃあやっぱりあれだね。だな。はいはい。でもお前を倒せる。じゃあなんだあのバカ力は。うまくいったね。俺いつか殺されるかも。遅くなりました。どうぞ。どうです、あいつらもなかなかやるもんでしょう。ああ、そうだな。すまなかった、誰にも相談せず私が突っ走ってしまったことが。はい、遠慮なく何でも言ってください。ただ父上のようにはなれないが。大と同じような。いえ、もっとすごい村長になると思いますよ。なあ待ってくれ。お前たちにも私を助けてくれたチームワーク学ばせてもらったぞ。ようやく帰ってきたか。ああ、腹減ったな。ご苦労だったな、このハマル。はい。随分と重い任務になっちまったみ。これからもしっかり頼むぞ、第七班隊長。はい。乳くれの中に隠れてやがったやつをこう叩き出したよ。お、化け物かなんかか、強かったのか。僕の手伝いに行ったっていうか。なんだよそれ、ダセーな。俺は忍びと戦ったんだぜ。マジか。ああ、とんでもねえ奴らでさ、この浜の兄ちゃんもテンパっちまってよ。そこで俺の術が炸裂して。